皆さんこんにちは。これからシドニーの観光として、シドニーオペラハウスに向かいます。シドニーオペラハウスまでは今回は歩いていくことにしました。歩く以外にも他に電車やタクシーなどでも行けますので、その方法については後ほど、電車の方法については後でご紹介いたします。西洋チックな並び。そしてこちらは途中道中になります。この上に今見えている柱、こちらの上に電車が通っています。電車につきましては前の動画でお伝えしましたので、そちらをご覧ください。このように歩いていくと向こうに見えてきます。だんだん見えてきて、向こうにはもうそろそろ見えると思いますが、オペラハウスが見えます。ここはハーバーで多くの船が止まっています。ホエールウォッチングなどもここでできます。そして向こうに見えていますのが、シドニーオペラハウス、有名な観光地、世界遺産であります。で、そこを右に曲がっていくと、今見えました。これが駅サギラキーです。サギラキーの駅で降りれば最寄りになって、そこからすぐに、行くことができます。そしてこのような感じ、少し今飛ばしましたが、あのように船や、ハットのようなペリカンのようなものがたくさん飛んでいます。そして右側にはホテル、そしてアパート、レストランが入っています。すべて観光地価格、そして地価はおよそ10億円以上ということでした。ちなみにここはホテルで、オペラハウスの向かい側には総督府のようなものがあるそうです。総督官邸、そしてオペラハウスに到着。この下にはバーや、レストランなどがあります。ハッピーアワーの時には人が多くいますよ。そしてこんな感じ。皆さん知っています、オペラハウスです。みんなもう多くの観光客で賑わっています。もうどこの誰の方かがよくわからないぐらいです。もう人だかり、音を聞いてみればわかると思いますが、かなりの、風が吹いています。この日はあまりよく天気が良くありませんでした。そしてこちらにはハーバーブリッジ、どことなく何かに似てるなと思います。あそこにも今船が見えましたが、あの船はおそらく、いいところにスポットに連れて行ってくれるやつだと思います。そしてこれがハーバーブリッジの写真です。ハーバーブリッジなんか何かに似てるなと思ったんですが、アメリカのやつですね。アメリカの橋に似てますね。そしてこれ一番上では見学ツアーなんかもあって、そこから下を見るなんていうのもあります。そしてこちらがオペラハウス、ものすごい白く純白という感じ、写真で言えば純白です。ですが本当はそこまで綺麗ではありません。いい意味で綺麗ではないですよ。今ここには人はあまりませんが、周りに本当にものすごくの人がいました。そしてこれからじゃあちょっとだけ上に行ってみるかということです。これの、オペラハウスの中に入るツアーというものがありますので、もしよければそちらの方も体験してみればなというふうに思います。いろんな人がこのように腰をかけていて、まあ気楽なもんだなと思う。今までに来た世界遺産の中ではかなり気楽な方です。向こうにもたくさんの人がいます。そしてこれかなり大きいですよ。そしてこんな感じ、今音がガガッと音が入ってますが、本当に風が強かったです。まあもうそろそろ見えると思います。このような感じ、風でも髪がなびいています。まさにハーバーといった感じです。シドニーの中心街にこのような風の吹く、そして人が集まるところがあったなんて知りませんでした。そしてこちら、少し歩けばハーバーブリッジが見える場所に移動できます。そしてこの右手にはおそらくツアーなんかの人とかが入っていく入り口エントランスがありました。そしてこんな感じ、上はちょっと汚いかなといった感じです。いろんなパーツがこう組み合わさっているようでした。少し頼りないところもありますが、こんな感じでした。みんなが記念撮影。シドニーといえばやはりオペラハウスって、そこしか思いつかないんですが、それでまあ見て終わりということがやはり一番観光には大切です。この後もいろいろ向こうに
お店があるんです。そこで食べましたよ。そしてこちらはバーですね。バーのダイニングが下のロアデッキにはあります。もしよければ行ってみてください。この日はハッピーアワーですごいうるさかったというのが印象的でした。多くの人でもうタッチカウンターが満員です。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次はブルーマウンテンの話、ブルーマウンテンについてご紹介いたします。